マナ、どうしてここに？レンを助けに来たんです。え？わかるようで全然わからないである。何がどうなってそうだったのである。別に、ああやってお互いのダメージをその場で回復させちゃうってわけか。マナ、力を貸して。人間の力借りた方がこっちじゃ強いから。ん？あれ？あ？ストライクリングは？え？ああ、昼間にあげたやつ。あ、持ってます。ずいぶん大事にしまってるんであるな。だって、レンがくれて嬉しかったんです。マナ、早く！貸せ！マナ、私を引っ張って！はい！こうですか？そうじゃない！こうですか？ちょっと最後までコミットしてよ。モンスターのスペックあってもプレイヤーがあれじゃイケてるソリューションにはならないよね。ベストプラクティスだよ。ウィンウィンマストマストなんだから。切りないな。私がやるしかないな。レン、教えてください。どうすればワルプルギスちゃんと飛ばせるんですか？ワルプルギスね。ふん、分かってんじゃない。飛ばすにはこう構えて、こうやって引っ張る。狙いを定めて思いっきり放つんだ。はい、行きます。なんだの？あ、ごめん。レン、もう一度行こう。はい、行くよ。はい、行け。いいじゃない。炎の精霊よ、契約に従い我が刃となれ。よし、フィニッシュした。ウィンウィンじゃないの。行くぞ。おお、きたきたきた、ドラスティック。全然ペイするよ。きたねー。いいね、アグリーだ。近づいたぞ、私が目指す世界平和に。で、どういうこと、マナ？そうである！いつの間にこんな、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 お姉さんと知り合ったのである。死んじゃいますよ。いつものことなんだ。レンとさっき別れた後、私考え事をしながら帰り道を歩いていたんです。逃がさないわよ。あなた今考えてたでしょ、ホムラ・レンのこと。え、俺のこと考えてた？あのことです。婚約指輪と私勘違いしちゃって、
変な子だって思われちゃったんじゃないかなって、ユウは何しに日本へ来たんだって思われたんじゃないかなって考えてること私に言い当てられてびっくりしたでしょう。それはそうです。私怖くて逃げようと思ったんです。でもホムラレン、助けたくない？何？何ですか？私の予想だとホムラレンはもうすぐ大ピンチ。新宿で一人じゃどうしようもないことに巻き込まれる。でも一つだけホムラレンを助ける方法がある。そうやって私たち組むことになったってわけ。そうなんです。それで急いで駅に向かって、電車の中でモンストをダウンロード&ユーザーネームなども急いで入力しつつ、ここ新宿に急いで来たんです。細かい解説ありがとうである。それはどういう狙いぜよ？ん？どういう意味？どういて彼女と組みたいと思ったがじゃ？だって私たち相性最高だし、あんたたちだって人間と私たちモンスターはコンビネーションが大事だって知ってるでしょ？ああ、人間とモンスターはお互いが信じ合えることでさらに強くなれるぜよ。うん、あんたとホムラレンみたいに私にはマナが一番なの。それに実はこの子ギャンブル運が超絶いいのよ。え、そうなの？引きいいから一緒にいれば儲かりそうなのよね。金であるか、金目的であるか、おかしいである、答えるである。これ婚約指輪じゃなかったんですね。ドキドキしちゃいました。じゃあここで家の前まで行こうか？大丈夫です、すぐそこですから。ああ、この近く。はい、私この先のマンションで一人暮らしなんです。え、一人暮らし？ええ、ママは今もアメリカ、私だけこっちのおばあちゃんの家の近くのマンションに住んでるんです。そうなんだ。一人暮らしはちょっと寂しいですけど、大丈夫かな、これからは一緒にモンストできますしね。うん、日本でよく言うところの俺たちのモンストは始まったばかりだですね。じゃ、おやすみなさい。バイ。 あれも絶対友達に吹き込まれたな。焼き鳥、男気、冒険王。男気って何でしょう？男気っていうのは弱い者、困っている者を守って戦う時に男が見せる心意気だって。うーん、見せてもらわないとわからないかもしれません。そうだ、レンに見せてもらいましょう。